山本周五郎作、追いついた夢。朗読その第一回、第一章。娘は風呂桶から出るところだった。どうです。いい体でしょう、旦那。おかみはしゃがれた声でそっとささやいた。あれだけきれいな体は、千人に一人もありゃしません。こんな商売をしているからずいぶんたくさん女の体を見てますがね、ああいうのこそ本当の持ち肌とか羽二重肌とか言うんですよ。あれだけの器量だし肉付きもいいし、まあよく見てください。これが気に入らなかったら罰が当たりますよ。そう言っておかみは去っていった。ここは行灯部屋のような暗い長余剰で、壁の一部に二寸角の穴が切ってあり、黒い紗が二重に張ってある。向こう側はそこだけ横に黒い砂ずりになっているから、こちらで明かりでもつけない限り全くわからない。和助はその紗へ、顔を押しつけるような姿勢で風呂場の中をじっと見守った。娘の名はおけい、年は17だという。子作りの締まった体つきで、着物を着ていた時とは見違えるほど肉付きがいい。ことに胸の膨らみと腰の豊かな線とは、年よりはるかに増せたそそるような丸みを持っている。湯に温められた肌は薄桃色に染まり、それをぼほっと幸運が包んでいるように見えた。いい体だ。これまで見た中では確かに群を抜いている。彼はこのお花屋でもう七人もこういう娘に会った。こっちで出した条件がいいから相当よく選んだのだろう。中に三人ばかりは惜しいようなのがいた。しかし彼は急がなかった。すべての点で自分の好みに合うもの、これなら満足だと言えるものが見つかるまでは折り合わないつもりだった。その八人目がおけいで、今日は二度目であるが、四五日前初めて会った時、大体気に入って、今日こうして体を見る段取りになったのである。娘はぬか袋で首から胸、腹から腿へと洗いながら、また湯を汲みに立ったりして、前後左右いろいろな角度と姿勢をこちらへ見せた。ことによるとおかみに言い含められたのかもしれない。それとも全く無心にそうするのか。ともかく体の緊張した線や丸みや厚みや豊かな膨らみが伸びたり盛り上がったり柔らかくくびれたりするのを残りなく見ることができた。そしていかにもそれは美しかった。立ち鏡の時などかなり不作法な線が現れるのだが、それが少しもいやらしさやみだらな感じを受けなかった。17歳という年齢のためでもなく、男を知らないためでもなく、何か全く別な理由。言ってみれば、真にある清らかさ、生まれつきのつつましさが現れているようであった。いつまでも汚れることのない、単純で美しい性質のためのようであった。千人に一人もないというのは本当かもしれない。確かに他の女たちとは違う。他の女たちにない何かがある。和助はこう思いながら、早くもそれを鳴らし目覚めさせてゆく。空想に疲れ、我知らず深いため息をついたが、やがて未練らしく、そっとそこを離れた。彼はおかみの部屋へ寄って、二人だけで話すことがあるから、酒を持って来させてくれと言い、そのまま二階の元の小座敷で待っていた。
おけいはほどなく上がってきた。こっちへ来てお座り。和助は彼女が前後しらえをするとこう言って自分のそばへ招いた。悪く遠慮する風もなく、ほのかなはにかみを見せながら、おけいは素直に来て座った。私はぜひ世話をしたいと思うが、お前の気持ちはどうだ。私の面倒を見てくれるか。はい、こんなものですけれど、お気に召しましたらお願い申します。おけいは案外しっかりした声でそう答えた。支度料や手当のことはこの間言った通り、他にも必要があれば金のことならできるだけのことはするが、ただ来てくれるとすれば断っておくことがあるのだ。和助は酒には手を出さずにこう言った。それはお前のうちの方と縁を切るつもりになってくれることだ。毎月の決まったものはきちんと送るし、おふくろさんにもしものことがあれば別だが、さもない限り行き来をしてもらっては困る。はい、それはここのおかみさんから伺っています。つまり私は遁世したいのだ。落ち着いたらいずれ身の上話もするが、世間からも人間からも離れたい。煩わしい付き合いや利欲に絡んだ駆け引きや一切のうるさいことからさっぱりと手を切って、静かに誰にも邪魔をされずに余生を送りたいのだ。おけいはうつむいたままそっとうなずいた。それには今度一緒に住む家のところなんだが、これは私の身内の者にも知らせてないし、お前の家の方にも知らせないことにする。誰か一人に分かると次々に広まって自然と人が出入りするようになるものだ。これもはっきり断っておくがいいだろうな。和助の口の聞き方は押しつけるような調子になった。おけいはこれにも素直にうなずいて、それから目を上げて聞いた。おっかさんに何かあったときはすぐわかるようにしてくださるんでしょうか。それは無論そうするし、落ち着いたら時々見舞いにもやってやろう。ただところだけは決して知らせてはいけない。これだけをはっきり断っておいて、それで承知なら世話をしよう。はい、どうぞお願い申します。では一杯ついでもらおうか。和助は杯を持った。それはその時まで酒を待っていたことに何か意味があるとでも言いたそうな、かなりもったいぶった手つきであった。この杯でお前も一つ。これもまあ形だから。彼はおけいに杯を渡し、自分で酌をしてやりながら言った。そうしてそれを飲んだら、おかみとその家主さんを呼んできてくれ。話を決めて渡すものを渡すとしよう。多分四五日うちに迎えのかごをやることになるだろうから。おけいは一息に飲んで、そしておかみを呼びに立とうとした。するとつまずきでもしたようによろめいて片方の膝をついた。和助は素早く手を伸ばして彼女を支え、しびれが切れたのだろう、危ないよと言って起こしてやろうとした。すみません、いいえ、もう大丈夫です。おけいはそっと和助の手から離れ、すり足をしながら出ていった。和助はその後ろ姿を見送りながら、今掴んだ娘の手の湿っぽい柔らかなしっとりと冷たい感触を確かめるように、右の手をじっと握りしめながら、唇の周りに貪欲そうな微笑を浮かべた。第2章。お花屋を出たおけいと万兵衛は浜栗町までほとんど口を聞かずに歩いた。背骨の曲がりかけた万兵衛はまるで重い荷物でも背負っているように前かがみになって
ひどく大儀そうな足取りで歩き、何度もはぁっと太い吐息をついた。ではなんだ、確かに預かったから。別れる時に初めて万兵衛はこう言った。彼はこっちを見ることができないようだった。おけいは黙ってびしょぼして、だがそのまま長屋の路地へ入っていった。家へ帰ってみると医者の良安が来ていた。母親のお民がまた発作を起こしたのだろう。隣のお村が世話をしてくれたと見えるが、母親はいつもの薬がもう効き始めたらしく、うとうと眠りかけている様子だった。やっとお金の都合がつきました。医者を送り出しながら、おけいは低い声でこう言った。溜まっているのもきれいにします。これからも決してご迷惑はかけませんから、どうぞお願いいたします。医者は向こうを見たままうなずいた。何か言おうとする風だったが、しかし黙って薬箱を持って、そして出て行った。お茶が入っているよ、おけいちゃん。お村が病人をはばかるようにささやき声でこう呼びかけた。おけいは母の様子を見た。唇を少し開けて軽い安らかな寝息を立てている。おけいはそっと隣の女房のそばへ来て座った。いつもすみません、おばさん。ぬるくなったかもしれないよ、良安さんに出した後だから。音を忍ばせて茶をついでやり、自分のにもついで、お村は伺うようにこっちを見た。どうだったの話は。ええ、決めてきたわ、すっかり。相手はどう、良さそうな人かい。わからないけれど。おけいは湯飲みを取って目を背けた。でもおっとりした人だったわ。少し太っていて丈夫そうな。どんな商売をしているの。それがわからないの。お店は大阪とこっちと両方にあるっていうし、かなり大きくやっているらしいんだけれど、そのお店がどこにあってどんな商売をしているんだか、お花屋のおかみさんも知らないらしいのよ。そんなこと言って、おけいちゃん、もしもその人が悪いことでもしている人間だったりしたら嫌じゃないの。仕方がないわ、私お金がいるんですもの。おけいは微笑した。たとえ相手が泥棒だって凶状持ちだって、でも大丈夫よ、おばさん。そんな人でないことは確からしいから。お村はため息をついた。それから襟へかけてある手ぬぐいの端で、なんとつかず口を押さえ、もう一度肩を落としてため息をついた。あんたが女に生まれてきたんでなければね。そうすればこんな時悲しい思いをしなくてもよかったのに。でも女だからこれだけのことができるんだよ、おけいちゃん。これが男であんたの年であってごらん。それこそおっかさんに薬一つ満足に買ってやれやしないから。そんなこともないだろうけれど。だって宇野さんをご覧な。21にもなって一発の職人でいて、弟のたけちゃんがあの大怪我をした時、やっぱりお医者にはかけきれなかったじゃないか。あの時すっかり治るまでお医者にかかっていたら、たけちゃんも死なずに済んだかもしれないのに。それを思えばおたみさんは幸せだよ。あんたにしたってまだ年は若いし、器量はいいし、今にこんなことも笑い話にするような時がきっとやってくるよ。生きているうちには悪いことばかりはないものさ。くよくよしないで、おけいちゃんらしく辛抱しておくれよ。大丈夫よ、おばさん。私ちっともくよくよなんかしてはいないわ。
行するより他にどうしようもないんだもの。恥ずかしいだの、悲しいだの、辛いだの、そんなことを思ってたら一日だって生きていくからやしないわ。おけいはこう言ってキラキラするような目でおむらを見て明るく笑った。それより私、おばさんに頼みがあるの。みすくさいことを言いでないよ。なんて短歌を切るほどの柄でもないが、何を改まって。私が出て行った後のことよ。和助との約束をおけいはあらまし話した。そういうわけで毎月のものをおばなへ取りに行くとか、あっちの人との面倒なことは大家さんがしてくれることになったけれど、おっかさんの世話はやっぱりおばさんにお願いしたいのよ。分かりきってることじゃないか、そんなこと。私はこの話が出た初めから。そうじゃないの。それは今更お願いも何もないんだけれど、そうじゃなく、これまでと違って私がいなくなるでしょ。昼間はともかく夜中まで世話をしていただくわけにはいかないわ。それで私考えたのよ。お村に松野という姉があった。本所の横網に住んでいて時々遊びに来る。おけいもよく知っているが、年はもう50だろう。亭主は網船の船頭であったが、去年の冬、19になる息子の平吉と一緒に沖へ出て突風にあって二人とも死んでしまった。それ以来は針仕事などして暮らしているが、おけいはその人に家へ来てもらえまいかと言った。はあ、そうか。そういう手があるわね。だけどおけいちゃん、あの人と来たら知っての通りグズだから。だっておばさんが隣にいてくれるじゃないの。おけいは賢げに笑った。それから私はっきり言うから怒らないでね。っていうのがお金のことなの。私、おっかさんの世話をしてもらうために人を頼みたいって言ったら、毎月別に一部ずつくれることになったの。それで横網のおばさんに我慢してもらいたいんだけど。いいわ、それもらうわ。おむらは目をふっと潤ませた。おけいちゃんからお金なんて一文だってもらうつもりはないけれど、断ればあんたの気のすまないのがわかるし、正直言えば姉さんだって助かるんだから。嬉しいわ。私怒鳴られやしないかと思ってビクビクものだったのよ。こんな時でなきゃ怒鳴るくらいじゃすまないよ。おむらも笑った。それじゃあ横網の方へすぐに知らせておくからね。こう言って間もなくおむらは帰っていった。第三章。母親は夕げまで目を覚まさなかった。支度ができたので起こして食べさせ、煎薬と豚腹を飲ませると、びっくりするほどの効き目ですぐにまた眠り出した。こういう薬があってこんなによく効くのに、法外なお金を出さなければ手に入らないなんてどういうわけかしら。おけいは母親の寝顔を見ながらそう思った。お民が病みついてから3年になる。もともと体が弱かったらしいが、おけいを産んで以来は性をなくしたようで、続けて100日と丈夫でいたことがなかったという。おけいが覚えてからでも煮炊きや洗濯などは大抵父親の七蔵がやった。お民の体の調子がいい時でも洗濯だけは決してさせなかった。七蔵は山本町の植吉という植木屋の職人をしていたが、それはこの長屋へ移ってきてからのことで、同じ路地打ちにいた源次が口を聞いたのだという。源次は子飼いからの上吉の職人で、ずいぶんいい仕事をするそうだが、宇野吉という長男のほかに子供が5人あり、また自分が底抜けの酒飲みだったため、いつもひどい貧乏に追われていた。それで宇野吉などは11、2の年から
父と一緒に上吉へ手伝いに来て家計を助けなければならなかった。病気はおめえしようがねえ、人間病気には勝てねえ。毎晩のように酔ってきて決まってそんな風に言う源次の姿をおけいは今でもよく覚えている。俺の酒は病気だ、こいつばかりは自分でどうにもならねえ。なあしっつぁん、おめえはおたみさんの病気で苦労するが、おめえに苦労させるおたみさんはもっとつれえや。そうだろう、それが夫婦の上底もんだ。俺も酒じゃ女房子供に苦労させる、わかってるんだ。うのの野郎なんぞ返そうでしょうがねえんだ。心持ちはつれえんだけれどもしょうがねえ、この酒はやめえなんだから。夫婦親子の情なんて言ったっておめえ病気には勝てやしねえ。こんな風に管を巻く源次の口からおけいは他にもいろいろなことを聞いた。父の七蔵が前には京橋編の質屋にいたこと、お民はその店の養女でいつか七蔵と愛し合っていたところ、婿を取ることになったので隠しきれず、結局は偽絶ということで二人とも身一つで追い出されたことなど、もちろん断片的な半分はふざけたような話しぶりだったが、おけいには強い印象として記憶に残った。源次の話がどこまで事実かということはわからない。父や母は決してそんな話はしなかった。またこちらから問いただせることでもなかったが、不平らしい顔もせず煮炊き洗濯をする父の様子や、そういう夫に寝床の中から食べ物の注文をしたりする母の態度を見ると、質屋の養女とその店の者という関係を証明するようで、おけいはしばしば悲しいような切ないような気持ちを感じたものであった。源次が4年前に死んでから宇野吉は七蔵と一緒に上吉へ通った。おけいと4つ違いのその時まだ17だった彼の腕では、母と5人の亭前は養いきれず、妹の一人は子守に出し、12になる弟は日本橋国町の太物商へ奉公にやったが、それで母親の手内職を入れても食うのがやっとのことらしかった。かえそうに、今日も宇野は弁当を持ってこなかったよ。父親がそんな風に言うのも珍しいことではなく、小銭や米などをそっと届けてやるところなど、おけいの知っているだけでも5度や1度ではなかった。それがおけいの身に回ってきたのである。酒もタバコも口にせず何の道楽もなく稼ぎ通していた七蔵が、去年の冬の係に腸を病んで急死し、その日からすべてがおけいの肩にかかってきた。母親はもう3年越し寝ついたきりだったが、自分で世話をするようになって初めて病気の性質や薬の高価な意味が分かった。元は単純な婦人科の疾患だったのをこじらせたのだそうで、激痛を伴った差し込みの発作が起こり、それを鎮めるには一種の頓服しかなく、その薬は輸入品で、しかも表向きには禁税になっているため、手に入れることからして非常に困難だというのであった。おけいがそれを知ったのは30日ほど前のことである。この間約半年、家主の万兵衛に金を借り出し、それこそ売れないようなものまで売り尽くした。お父っつぁんは幸せだった。母親は独り言のようによくそう言った。少しも長患いをしないであんなに早く死ねて、私が買われたらよかったのに、こんな風でお前にまで苦労をかけて辛い思いをしてまだ死ねないなんて、業が深いって言うんだろうけど
つくづくお父っつぁんが羨ましいよ。宇野吉も苦しい中でよく力になってくれた。口の重い性分でいつもむっと怒ったような顔をしているし、してくれることもたかの知れたものだったが、おけいにとっては大きな心の支えであり頼りであった。そうして急速に二人の思いが結びついていった。辛抱しよう、おけいちゃん。今に良くなっていくよ。もうしばらくだよ。苦しいだろうが、きっと今になんとかなるからな。宇野吉はそう言って励ましてくれた。しかしその彼自身がまた不幸に見舞われていた。一番下の弟の九つになる武智がこの正月にひどい怪我をした。木登りをして遊んでいたのが落ちて額を割り、右の太ももの骨を折った。すぐ医者にも見せ、骨継ぎにも通わせて一応治ったように見えたのに、四十日ばかり経つと太ももの折れた部分が生み出し、それが見る間に脱走というものになって死んでしまったのである。骨継ぎが下手くそだったんだよ。近所の者は口ではそう言ったが、治療が不十分だったのだとは誰もが察していた。貧乏人は医者にも満足にはかかれない。病気になったらおしまいだということはそれぞれが自分でよく知っていることであった。おけいは医者から母の病気と薬の性質を聞いて、その時すぐに腹を決めた。医者の払いも滞り、借りもたまり、もう売るものもなくなっていた。宇野さんのためにもそうした方がいい。そのままの状態では見ている宇野吉もつらいだろう、こう思い切った。そして隣のお村の知人でそういう方面に関わりのある人に頼み、お花屋という家へ出かけたのであった。おっかさん、早く良くなってね。おけいは母親の寝顔に向かって口の中でこうささやいた。私はいなくなるけれど、もう薬代にも困らないし、おいしいものも食べられるわ。そのうちあの人に頼んで、できたら一緒に暮らせるようにするし、そうでなくったって病気が治れば一緒になれるわ。だからよく養生して早く良くなってちょうだいね、おっかさん。お民は痩せているのにむくんだような青い顔で、唇の間から歯をのぞかせていい気持ちそうに熟睡していた。夕下の後始末を終わって縫いかけた母の肌着を広げた時、辺りをはばかるように宇野吉が訪ねてきた。いつもとは違った様子で、目つきがキラキラし、頬の辺りがこわばっていた。ちょっとそこまで出てもらえないか。大島町の貸して待ってる。彼はそう言って返事を待たずに去った。おけいは胸が騒いだ。彼は聞いたのにそういない。どうしよう。すぐには立てなかった。しかしやがて勇気を出した。母親はその薬の効いている間は眠っている。おけいは安どんを明るくしてそっと家を抜け出していった。大島町の貸しというのは、深川の南の地外れで、海に面してずっと荒れ地が開けている。宇野吉はその荒れ地の端で待っていたが、おけいが来るのを見ると、黙って草の中を海の方へ歩き出した。空は曇っているのだろう。星も見えず、まだ酔いの口なのに、気味の悪いほど辺りは暗かった。怒ってるの、宇野さん。おけいが先にこう言った。何か聞いたのね。ああ、聞いた。宇野吉は立ち止まった。お袋がお村さんから聞いたんだ。本当なんだね。そうするよりしようがないの。その他にはどうしようもないのよ。金はもう受け取っちまったのか。
おけいはちょっと黙ってから答えた。四五日うちに迎えのかごが来るわ。宇野吉は不意におけいを引き寄せた。両手で激しく抱きしめ、自分の方をぐいぐいとおけいの絵すりつけた。おけいは頭がしびれたようになり、自分では知らずに宇野吉を抱いて泣き出していた。俺は話したくない。どこへもやりたくない。俺は一緒になってもらいたかったんだ。おけいちゃんと一緒になれると思っていたんだ。嬉しいわ、宇野さん。私もそう思っていたのよ。私も宇野さんのお嫁になりたかったのよ。そんなら、それがもし本当なら。こう言って宇野吉はおけいの肩をつかみ、押し離すようにして顔を覗き込んだ。おけいちゃん、俺と一緒に逃げてくれ。逃げてどうするの？二人で暮らすんだ。俺には職がある。職がなくったって何でもやる。俺もおけいちゃんも随分辛抱してきた。もうたくさんだ。俺たちだって生きたいように生きていいはずだ。逃げよう、おけいちゃん。どこか遠いところへ行って二人で暮らそう。待って、宇野さん、落ち着いてちょうだい。おけいは顔を見上げて静かなゆっくりした調子で言った。私もそう思ったことがあるの。いっそ宇野さんと一緒に逃げ出してどこかへ行ってしまおうかしらって。でも考えたの。私たちが苦しいのは貧乏だからでしょう。宇野さんのおじさんも私のお父さんもあんなに稼いで、それでお酒を飲むとか病人がいるとかすれば、もう満足に食べることも着ることもできなくなるわ。だから逃げ出すんだ。このままいれば俺たちも同じことになってしまう。俺たちの一生もめちゃめちゃになってしまうんだ。そうじゃないわ。逃げたって同じよ、宇野さん。親兄弟や天栗町の長屋からは逃げられるけど、貧乏からは逃げられやしないわ。私のお父っつぁんやおばさんだって貧乏したくって浜栗町へ来たんじゃない。二人で幸せになろうと思っていたに違いないわ。あの長屋にいる人たちの中にも、江戸へ行けばなんとかなると思ってどこかから逃げてきた人がいるでしょう。でもやっぱり同じことよ。うんふんもあるだろうけれど、ただここを逃げ出すだけでは決して幸せにはなれやしないわ。それだっていい。おけいちゃんとなら俺はどんな貧乏だってするよ。そして私たちの子供にも私たちのように惨めな辛い思いをさせるのね、宇野さん。いいえ、私は嫌よ。私は自分の子供にはそんな思いはさせたくないわ。あんただってそんなことはできないはずだわ。宇野吉は黙って頭を垂れた。おけいは彼の手をそっと握り、怒りを抑えたような口ぶりで言った。逃げちゃダメ。逃げるのは負けよ。ねえ、世の中は戦いだって言うでしょう。宇野さん、私50両という支度金を取ったし、家の方へも月々のものを取る約束をしたわ。向こうへ行ってからもできるだけ詰めて、できるだけお金を貯めるつもりよ。そしてこれならと思うくらい貯まったら、訳を話して暇をもらうわ。強がりを言うようだけれど、私きっと思うだけのものを貯めてみせる。きっと貯めてみせるわ。怒りの宣言のようにおけいはそう言った。だがその後から心はよろめき、無残なほど声が震えた。あんたも強くなってちょうだい。やけになったり諦めたりしないで、辛抱強く一寸刻みでもいい貧乏から抜ける工夫をしてちょうだい。そしていいよ、お嫁さんをもらって幸せに。俺がいい嫁をもらうって？宇野吉はかすれ声で叫ぶように言った。じゃあおけいちゃんは俺に待っていろとは言わねえのか？
だって宇野さん、私綺麗な体じゃなくなるのよ。そんなことがなんだ。それが悪いんなら罪の半分は俺にある。俺に解消があればおめえにそんな悲しい思いをさせずに済んだんだ。俺はおめえの他に嫁なんぞもらおうとは思わねえ。宇野さん。おけいは握っていた彼の手を自分の胸へ押しつけ、あえぐように叫んで身をすり寄せた。宇野吉はその手を振り離し、おけいの肩をつぶれるほど抱きしめていった。待ってるぜおけいちゃん。おけいは身もだえをした。それじゃすまない、私宇野さんにすまないわ。泣いちゃいけねえ、今泣くんじゃねえおけいちゃん。宇野吉は歯を食いしばった声で言った。泣くのはもっと先のことだ。いつかそういう日が来て二人が晴れて一緒になれたらだ。それまでは泣くのはよそう。俺も強くなる、精一杯稼ぐ、そして何年でも待っているぜ。いいなおけいちゃん。そんなこと言えば。おけいはいやいやをしながらむせび上げた。泣くまいと思ったって泣けちゃうじゃないの。こんなに自然に声が出てきちゃうわ。むせび上げる声に笑いが混じった。そのおけいの顔へ宇野吉がのしかかるような姿勢になり、うっと喉へ声の詰まるのが聞こえた。右輪ではしきりに波の音がし、闇の向こうに佃島の火がちらちらと瞬いていた。第四章。お花屋をかごで出て永代橋を渡ったところで降り、水天宮の近くで辻かごに乗ったが、それも京橋八丁堀で降りた。こうして五度もかごを乗り換えた上、目黒から大山道を西へまっすぐに行き、柿の木坂というところで掛け茶屋に入って一休みした。遠いのでさぞびっくりしたろう。茶店を出て今度は歩き出しながら、こう言って和助は振り返った。おけいは寂しそうな微笑を浮かべ、そっと首を振った。こっちの方へ来たことがあるかね。いいえ、初めてです。下町の人間はデブ症だからな。和助は機嫌のいい調子で笑った。大山道を左へ曲がり、丘へ登って松林の中を二丁ばかり行った。辺りはすっかり田舎の景色であった。どっちを眺めても林や草原や畑ばかりで、農家らしいものも稀にしか見えなかった。こたびもカゴを乗り換えたのは、カゴかきなどに足取りを知らせないためであろう。その上、環境というにはあまりに土地が偏僻すぎる。何か悪いことでもするような人だったら。お村の言った言葉が思い出されて覚悟を決めてきたものの、おけいはだんだん不安になるのを抑えることができなかった。二丁ほど行って右へ坂を降りた。小さな谷間といったふうな二つの丘に囲まれたところにその家はあった。南西へ開けた千坪ばかりの広さで、周囲に高い生垣を回し、表側だけは黒く塗った板塀で、あまり大きくはないが両開きの門がついていた。あの川は何というか知っているかね。門のところで和助がそう言った。土地はそこから西へ段下がりになって、松林の向こうに草原が広がり、そこに緩やかな川の流れているのが見えた。あれが多摩川だ。名倉は知っているだろう。ええ、聞いたことはあるようですけれど。これから鮎が取れるんだが、ここのは味がいいので名高いんだ。川魚は嫌いです。
と言おうとしたが、おけいはさりげなくうなずくだけにした。門を入ると老人夫婦が出迎えた。名は五平に富というのだが、じいやばあやと呼べばいいそうである。彼らは前から聞いていたのだろう。おけいのことをご新祖さんと呼び、富が先に立って家へ案内した。さして広くはないが、凝った作りの平屋で土蔵がついていた。部屋は五つあり、おけいの居間にはタンス二竿と鏡台、流し鉢、小机などすっかり道具が揃っていた。後でタンスを開けてごらん。お道や反物が夏冬一通り入れてある。私は今日は帰って五六日したら来るから、その間に当座の着るものを仕立てさせるんだね。和助は流し鉢の前へおけいを座らせ、自分も差し向かいに座って、さも満足そうな口ぶりでこう言った。こんなところに仕立て屋さんがあるんですか？山奥へでも来たと思ってるんだね。和助はからかうように笑った。落ち着いたら下へ行ってごらん。仕立て屋どころか料理屋もある。しかしまあ、私のいないときは出歩かないようにしてくれないと困るが。私、外へ出るのは好きじゃありません。富が茶を持ってくると、和助は食事を取るように命じた。鈴藩へ行ってなどと言ったところを見ると、それが料理屋かもしれない。和助は茶を飲み終わると、おけいを連れて家の中を見せて回った。これが寝間。こっちが私の部屋だ。落ち着いたらこの向こうへ茶室を建てようと思う。これから茶屋生け花を習ってもらうんだな。読み書きの師匠も呼んでやるよ。炉蔵を開けて入ると、何が入っているのか、長持ちや筆や箱がぎっしり並んでいた。和助はおけいを洋ダンスの前へ呼んで、この中に金や書き付けが入れてある。これがこの鍵だ。預けておくから気をつけて持っていてくれ。それから。彼は鍵を三つ渡して、一番奥の長持ちを指さした。この中のはまとまった金だからな。洋ダンスのはお前に任せるが、これには手をつけないように。今に見せてやるが、あの長持ちや箱の中には金目の品がたくさん入ってるんだ。私が10年かかって集めたものだがね、お前がよく面倒を見てくれれば、いつかはこれがみんなお前のものになるんだよ。和助の声には一種の考えがこもっていた。色の黒いたくましい彼の顔は赤くなり、目は落ち着きなく光っていた。そうだ、これは俺のものだ。ここにあるすべては俺のものだ。彼はこう叫び出したいくらいだった。運ばれてきた食事は、ヤマメの田楽に鯉の洗い、甘煮と鯉こく、卵焼きなどであった。おけいは、箸をつけたが、川魚の匂いがどうしても嫌で、甘煮と卵焼きしか食べられなかった。ここへ来て川魚も食べられないのは困ったな。まあ、そのうちに慣れるようにするんだな。鮎も食えないなんて、それこそ玉川が泣くぞ。こんなことを言って、和助はおけいの残したものまでみんな食べた。お棚はどちらにあるんですか？帰ると言って和助が立ったとき、おけいは送り出しながらそう聞いた。和助は頭から取り合わなかった。そんなことは知らなくてもいい。今度来ればもう二度と行き来はしないんだから。門まで送っておいで。こう言って玄関を出た。彼はおけいに庭を見せて回った。かなり広い芝生があり、松林があった。裏には少し畑もあった。
五兵衛がもったいないからと言って野菜を作っているのだそうである。こっちは見えねえし、開けておくのは無駄だからね。じいやはついて歩きながらおけいにそう言った。これっぱかしでも旦那やご親族さんの上がるくれは作れるだから、それにおらも手が空いているだからよ。おけいは来た時から五兵衛と富の人柄を見ていた。口ぶりでは老夫婦はこの近くのものらしい。性質も悪気のない朴訥な様子で、場合によっては力になってもらえそうな頼もしい感じがした。では五六んちうちに。和助は門のところでこう言った。早ければ二三日のうちに来るから。じゃあ。そして彼は坂道を西へ降りていった。第五章。それから丸三日、和助は最後の仕上げのために奔走した。すっかり手順がつき、用意が整った。その日は、三軒ばかり客筋を回って、暮れ方に銀座の店へ帰った。主人の義兵衛は、町内の寄り合いに出かけたという。和助は自分の机で、その日の帳締めにかかったが、途中でやめて手代の増吉を呼んだ。どうも頭が痛くっていけない。風邪でもないらしいんだが、どうにも気分が悪いから、お前これを締めといてくれないか。へ、よろしゅうございます。医者に脅かされてから頭が痛むとすぐ神経に応える。嫌な心持ちだ。和助は前から医者に重機の毛があると言われたということを事実らしく言い、頭を休めるために海へ釣りに行くという理由で時々店を休んだ。釣りに行くのもまるっきり嘘ではないが、主な目的は誰にも知られてはならない必要な時間を取ることであった。そして今ではもう彼に重機の毛があるということは家でも店でも知らないものはなかった。明日はことによると休むかもしれない。旦那がお帰りになったらそう言って。それからと。和助は片手で額を揉んだ。島屋さんではこの10日に返済なさるということだったから、それも旦那に申し上げといておくれ。かしこまりました。それだけでようございますか？それだけだと言って和助はさりげなく店の中を眺め回した。12の年から足掛け32年になる。惨めな暗い濁った日々、振り返ってみれば屈辱と悲哀に塗りつぶされた月日のようだ。しかしそれも今日が終わりである。もう二度とこの店を見ることはないだろう。これでおさらばだ。二三日うちに人様に怒るだろう。俺の置き土産だ。ちょっとした見物だからゆっくり見てくれ。あざけるように心の中でつぶやいて、それからカゴを呼ばせて店を出た。新鮮座の家へ帰った和助は具合が悪いからと言って早く寝た。けれどもこれが最後と思うせいか、頭が冴えてどうにも眠れない。そのうちに十時の鐘が聞こえ、イライラしてきたので起き上がって妻に酒を言いつけた。お酒っていいんですか？妻のお香は針を持ったまま夫を見た。お医者に止められてるっていうのに何か煎じ薬でも。うるさい、持ってくればいいんだ。お香はしぶしぶ立っていった。和助はその後ろ姿を憎悪の目で見合った。ずんぐりと胴の太い肥えた体、勘の鈍さ、動作ののろさ、下びた口の利きよう、すべてがいやらしく、やりきれないほど醜かった。こんな女と13年も暮らしたんだ。
彼は下打ちをした。だがそれも今夜でおしまいだ。隣の部屋には寝床が二つ並んで、11になる Y 地と8歳のお咲が眠っていた。彼はその子供たちの寝姿を見ても何の感情も起こらない風で、冷ややかな一別を投げるとすぐに目をそらした。お前たちはお前たちで好きなようにやるがいい。俺も自分でやってきた。誰の世話にもならなかった。7つの年にみなしごになってからずっと自分で働いて生きてきたんだ。お前たちもそうすればいいんだ。彼の顔に皮肉な嘲笑するような表情が浮かんだ。お甲が盆の上へ甘露栗と杯を乗せて持ってきた。彼は寝床の上に座ったまま、一人でまずそうに酒を飲み出した。そうだ、ずいぶん辛い月日だった。7歳で孤児になってから親類先を3軒も転々し、12の年に銀座の両替商へでっち奉公に入った。親類では厄介者として追い使われ、でっち奉公は過労と屈辱の日が続いた。いつかこの取り返しはつけてやる。今にみんなを見返してやる。寝ても起きてもそう思っていた。他のでっち小僧たちは屈辱を屈辱とも思わず、牛馬のようにこき使われながら笑ったりふざけたり平気だった。その中で和助だけは密かに心で刃を研いでいた。店は金商と呼ばれ、金銀地金の売買と両替を兼ね、また傍ら高利の金融もやっていた。彼は辛抱強かった。決して急がなかった。密かに狙う者のために彼は誰よりも勤勉に働き、誠実に店の利益を守った。それは彼の復讐心をさらに強くしたが、周囲の信用を集める効果も上げた。彼は吝食に銭をため、狡猾にくすねた。21で手代になり、やがて番頭になった。店を持たせてやろうと言われたが断り、嫁をもらえと言われたが断った。そして30の年には支配人になり、金融の仕事を任された。だがそれにはお香を嫁にもらうという代価を払った。なぜならお香は主人義兵の姪で、25になっても嫁入り口がなく、主人夫妻も持て余した形であった。それをこっちから望んで嫁に取ることがどういう効果を表すか、和助は十分に知っていた。和助は新鮮座に家を持ち、店へ通い、客筋を自分で回った。彼は確実に利益を上げ、得意を増やした。だがその間に金商という背景を利用して、密かに彼が懐を肥やしていることは知る者がなかった。疑うにはあまりに誠実であり勤勉であった。仕事の確かさ、人柄の固さ、主人や店の者は言うまでもなく、関係のある人すべてが彼を信じた。だが今にわかるだろう、今に俺がどんな人間だったかということが。彼は心の中でいつもそう嘲笑していた。彼の愛想笑い、もみで、追笑、かがめる腰、卑屈な抵当、その一つ一つが復讐の誓いを強くし、決心に必要さを加えた。10年前、34の年に荏原郡長府村に土地を買った。それから今日まで周到に、狡猾に、そして極めて用心深くことを運んだ。家が建ち、土蔵が建った。書が骨董、茶器、必要なあらゆる道具が揃い、土蔵の中には8000両余りの現金がたまった。
彼の目当ては10,000両である。もう一息というところへ来ていた。しかしその時ふと危険な予感がし始めた。そんな理由はないはずである。万が一にも尻尾をつかまれるはずはない。そんなヘマなことは決してしてはいなかった。にもかかわらずその予感はかなり強かった。そうだ。見つれば欠けるということもある。和助はこう思ってきっぱりと打ち切る決心をした。何か言いましたか？お甲が向こうから声をかけた。和助は飛び上がるほどびっくりした。回想で我を忘れていたらしい。あっという声さえ上げた。どうかしたんですか？だらけたような無神経な妻の調子に彼は激しい怒りをそそられた。けれどもそれを押さえつけて冷ややかに勘どくりを刺した。もう一本つけてくれ、熱くして。お甲はのそのそと立ってきた。こんな女と13年も暮らしてきたんだ。彼は妻の方へ無別の目をやりながらそう思った。それはすぐにお慶の姿へつながった。あの美しい従順なみずみずしい娘、これまで見たこともなく形容しようもない綺麗な若さと命のあふれるような体だが、お子、お前も不幸ではなかったはずだぞ。俺がもらってやらなければ一生男の味も知らずに済むところだった。それが嫁になって子供も二人できたんだから。おまけに後のことは金賞の叔父が何とかしてくれる。俺はお前から釣り踊ってもいいくらいだ。勝手で妻が酒の音をさせていた。和助は満足そうに薄暗い家の中を眺め回した。冷酷な長老するような目つきであった。第6章。頭を休めに行ってくる。もうキスが出ているかもしれない。彼はそう言って釣り道具を持ってまだほの暗いうちに家を出た。金杉の梅川というのが行きつけの船宿であった。預けてあった包みを持って船を借り、川を下って海へ出た。和助はかなり巧みに櫓を使うことができる。海へ出ると西へ向かって漕ぎながら、もう決して後ろへは振り返らなかった。とうとう今日という日が来た。夢のような望みだったが、とうとうその夢が俺のものになる。一人でこうつぶやきながら、夢の現実と世間に対する復讐の完成のために彼は声を上げてわめきたいような衝動を感じた。品川の沖で日が昇った。海の上では日光は熱い。たちまち汗が噴き出した。和助は着物を脱ぎ、次には半身裸になった。強い日光と休みなしに漕いでいるためか、頭が痛くなり、時々目がかすむように思えた。もう一息だ。松が見えるまで。それで全てが済むんだ。サメ杖かかると、遠く松並木が見えた。鈴ヶ森であろう。頭の痛みは時を切って強くなり、かなり激しく痛む。そして汗をかいているのに、それが熱いのか冷たいのかはっきりしない。気分も重苦しく、胸がムカついてきた。一休みしよう。それに着替えをしてもいい自分だ。和助は櫓を上げて休んだ。日並みがいいのでかなり釣り船が出ていた。しかしみんな遠かった。初夏のないだ海はさざ波も立たず、戸のように平らな浅葱色に空の白い雲がはっきりと映っていた。釣り道具を開け
衣装を出してそれを餌箱を押さえにして船底へ置いた。遺書には店の金を使い込んだので申し訳のために死ぬという詫びの文句が書いてある。次に梅川から持ってきた包みを開いた。紬の細かい縞の一重にくず織の焦げ茶色無地の角帯、印籠、タバコ入れ、印伝革の紙入れ、火打ち袋、小菊の紙、白足袋にセッタ、そして総称頭巾などをそこへ並べた。遠い釣り船にも気を配りながら用心深く着替えをした。潮の具合で船は自然と西南へ流されてゆく。彼は家から着てきたものを一品ずつ船べりから海の中へ捨てた。そして立って炉を使い出した。もう急ぐことはない。彼はゆっくりと静かに漕いだ。金杉を出てから約4時間、和助は6号川の河口に近い海岸へ船をつけた。そこは若い橋が一面に伸びていて、船を入れると陸からも海からも見えなくなる。彼は満潮線をよく確かめた。今は潮の引く盛りだから上げてくるのは夕方であろう。満ち潮になれば船が浮くように、そして川の流れに乗って沖へ持って行かれるように、およその見当をつけてから船を降りた。なるべく遠くへ行ってくれ。少なくとも明日までは見つからないようにな。ではお別れだ。頼むぞ。和助は船に向かってこう言い、かかとほどの水を渡って岸へ上がった。濡れた足を拭き足袋を履いた。その時また胸がムカつき、ぐらぐらとめまいがした。しばらくじっとしていると収まったので、セッタを履いて立ち上がった。湿地や水たまりの間を広い広い街道の方へ歩き出した。東海道の王冠は見えていた。松並木の間をちらほらと馬や人が往来している。車の音も聞こえてくる。おけいが待っているだろう。今夜は風呂を立てさせて鈴藩から魚を取って。突然和助は目がくらんだ。地面が斜めになり、耳の奥でガーッとすさまじい音が起こった。彼は何かにつかまろうとして両手を泳がせながら若い足の中へ前のめりに倒れた。和助は眠りから覚めた。まあそっとしとくよりしようがない。間違いなし、そっちゅうだよ。すぐそばでそういう声がした。夢を見ているんだな。和助はおかしくなった。みんなが自分に忠義の毛があると信じている。バカなやつらだ。しかし誰だろう。とんでもねえものを拾っちゃったな。今度は違う声が聞こえた。紙入れの中には2両ばかり減ってるが、名札も所書きもねえんで、まるっきり身元がわからねえ。ノリで見ると相当な店の隠居らしいがな。それにしちゃぶっ倒れてたところがケムですぜ。6号の川っ淵を海の方へ30軒も行った足ん中だからね。なんだってあんなところへ踏み込んだものか、わけがわからねえ。和助はあっと思った。6号川、足の中、ぶっ倒れていた。これらの言葉が何を意味するか初めて彼に分かったのである。これは夢ではない。総見を恐怖が走った。飛び起きようとしたが、体は岩にでもなったように重く無感覚で、声のする方へ顔を向けることもできなかった。忠義、まさか。
彼は笑おうとした。だがすぐに今そこに聞こえた声を思い出した。間違いなし、卒中だよ。そして彼は息が詰まりそうになり、我知らず絶叫した。絶叫、いやそうではない、それは哀れないやらしいうめき声に過ぎなかった。またうなり出したぜ、嫌な声だなこいつは。こう言って誰かが覗き込んだ。35、6になるひげだらけの男だった。眉の太い、唇の厚い、色の真っ黒な、けれども目だけは好人物らしく見えた。目を開いてますぜ先生。やれやれ、涙とよだれでぐしょぐしょだ。お前さん、動いちゃいけないよ。もう一人の顔が見えた。54、5になる男で、頭を蒼髪に結い、ひどく痩せていた。もちろん医者に違いない。彼は和助の手首を取り、脈を見ながら言った。卒中で倒れなすったんだ。全身のしびれる一番重いやつだから、動かないでじっとしていなくちゃいけない。無理するとそのまんまになりますよ。脅かしではないんだから、静かに寝てなくちゃいけませんよ。口も聞けねえのかね、先生。そんな声で物を言っちゃいけない。耳は聞こえるんだから。そして二人は向こうへ行ったが、話す声はかなりはっきりと聞き取れた。すると、治る見込みはねえのかね。いけないね。すぐ死ぬ方が病人のためなんだが、その方がいいんだが、命は助かってもこのままで寝たっきり。まあ、この見立てには間違いはないだろう。だってそんな、それじゃどうすればいいんだ？二両という金があるんだから、これも因縁だと思って世話をしてやるんだね。金がなくなっても引き取り先がわからなかったら、まあその時は村のお救い小屋へでも入れるさ。どっちにしてもよくは言われねえ。まったくこいつはとんだことをしたもんだ。和助はうめいた。彼は調布村の家を思い、土蔵の中の金品を思い、そしておけいを思った。多摩川の流れを見下ろす閑静な土地、それは彼のものである。ぎっしり詰まった書画骨董、8,000余両の金、それも彼のものだ。緻密に計画し、執拗に狡猾に、10年の間永遠と用心に用心して作り上げたものだ。そしてあのおけい、風呂場で見たあの裸、横からも前からも後ろからも、立ったりかがんだり、丸さも滑らかさも膨らみも残りなく見たあのそそるような若い体、それも彼のものである。そしてこれらはすべて彼を待っている。ほとんど手の届くところに。もう半日、いや2時間早ければそこへ行けた。仮に倒れたとしてもそこまで行けば安心できた。いやだ、ここでは死ねない。死んでなるものか。オーケー、あの家屋敷、みんな俺のものだ。俺の。第7章。それから2年余りの月日が経った。調布村の家はすっかり空気が変わっている。お民が引き取られて寝ているし、宇野吉と妹の直も来ていた。おけいの母親は、おけいがこっちへ来て半年目に引き取ったのだが、宇野吉と直はつい数日前に移ってきたのである。彼の母は、去年の夏に死に、弟の一人は本所の質屋へ奉公にやった。これはみんな五平夫婦の勧めたことであった。五六日うちに来ると言った主人がそれっきり姿を見せない。使いもないし頼りも来なかった。
一体どうしたんだろう。おけいは言うまでもないが、五兵たちも主人については何も知らなかった。江戸と大阪にあるという店の所在も商売も分かっているのは、土地を買うとき証文に書いた名前だけであるが、それも喜右衛門という名だけで、ところがきはここになっていた。まあそのうちにはおいでなさるだろう。こう言って待ったが、半年しても音も沙汰もない。それで五兵は母親を引き取るようにとおけいに勧めた。病人を放りっぱなしにしておけないからな。それに半年も何の知らせもないんだから、旦那もまさか怒りはなさるまい。もし怒ったら自分たちが詫びを入れる。こう言って進めるので、不安ではあったが、おけいもそうすることにした。その時、母を送ってきたのは宇野吉であった。半年ぶりにお互いの顔を見て、帰って話もできなかったが、五兵の妻は、二人の様子から何か感づいたらしい。宇野吉が帰る時に、畑から野菜を抜いて持たせ、暇があったら訪ねてくるようにと言った。それから彼は時々やってきた。月に一度くらいの割合だったが、また訪ねてきてもおけいとはあまり口をきかなかったが、この間に主人を待つ気持ちはだんだん薄くなっていった。やっぱり悪いことをした人で、それが分かって牢へでも入れられたのではないだろうか。おけいはそういう不安につきまとわれ、宇野吉にも相談した。彼は尾花屋へ行って確かめたが、そこでも身元は知れないし、音信はないという。1年たち、とうとう2年経ってしまった。宇野さんもお呼びなさいまし。丸2年目の夏になると、五兵夫婦がしきりにそう言い出した。この辺りは、こんなに空き地があるんだから、こっちへ来て植木屋をやったらいいでしょう。地面やなんかは私が心配しますよ。おけいは心が動いた。自分のものではないが金はある。買うのが土地であるから、金をただ飛翔したことにはならない。言い訳は立つと思って、宇野吉を半ば口説き落とすような形で妹と一緒に移って来させたのであった。今、おけいと宇野吉が家の後ろにある丘の松林の中に座っている。不思議だな。まるで夢のようじゃないか。こんなことって聞いたこともないぜ。私はもう心配じゃなくなったわ。おけいは玉川の流れを見やりながら、感動を潜めた自信のある声で言った。あの人はもう来ない。決して来ないという気がするの。決して。どうしてだと言われてもわからない。自分でもこれがこうとは言えないけれど、でもあの人が二度と来ないということは確かだと思うわ。そうなればますます夢だ。しかしそんな大きな夢でなくてもいい。ここへ地面を借りて、おけいちゃんのそばで暮らすことができれば、俺はそれだけでも十分だ。ねえ、泣いてもよくって、宇野さん。宇野吉の言葉には構わず、おけいはこう言って、彼の目を見上げながらすり寄った。泣くって、だって急にどうしたんだ？いつか、大島町の貸しで行ったじゃないの。今度二人が一緒になれた時は泣けるだけを泣きって。そらけれども、そいつは二人が晴れて夫婦になれた時っていう。ゆうべね。おけいはそっと宇野吉の胸にもたれかかって甘くささやくように言った。ゆうべ私聞いちゃったの。じいやとばあやが10月になったら私たちを一緒にさせようって。
宇野さん。おけいは両手でしがみついた。おっかさんを引き取ったのもあんたを呼んだのもあの二人よ。嫌だと言ったって私たちきっと一緒にされちゃうわ。宇野さん、私たちよく辛抱したわね。そして激しく泣き出した。宇野吉はその背中へ手を回し、黙って頬をすりつけた。おけいはむせび上げながら途切れ途切れに彼の耳へこうささやいた。とうとうこうなることができたわね。私嬉しい、嬉しいわ、宇野さん。彼らはもう何も恐れる必要はなかった。なぜなら和助は50日も前に六号斎のお救い小屋で身元不明のまま死んでいたのである。山本周五郎作追いついた夢、全文読み切り。面白クラブ1950年11月号。